はい、速稼塾の久保です。今回はですね、ダイエットそして健康にとってもいいというね、メープルシロップっていうものがあるということを聞いたんですよ。実はね、このメープルシロップ、そしてまあ今回は出てこないんですけど、蜂蜜ですよね。この天然の蜂蜜、この2つっていうのは栄養価がものすごく高くて、カロリーがものすごく低いんで、まあダイエットにすごくいいって聞いてね。で、1日1舐めとかするといいらしいんですよ。メープルシロップでしたら1日こう1杯飲むとかっていうのを聞いてたんですよ。で、今回西アクラスの山根さんから、そうということではなかったんですけども、メープルシロップを取りに行く探検があるよっていうのでね、動画で送っていただいたんで、すごく興味を持って見てたんですけども、まあいきなりね、西アクラスに行ってメープルシロップ取りに行きましょうって話じゃないんですけども、今回ね、こういうふうに大自然の中にメープルシロップっていうのは、木にですね、樹液みたいなのが出てくるんですよ。だからそれを飲むだけっていう、すごく簡単で、もう完全 100% 天然のものですからね、とっても体にいいと。で、ちょっと甘みがあるんですよね。だから砂糖の代わりに使えるかどうかっていうのはちょっと試したことないんですけども、まあすごくね、口当たりもよくって、いいものだということでございます。まあどこにあるのか分かんなかったんですけど、今回西アクロスにあるってことでね、興味がある方はちょっと動画の方を見ていただきたいなと。前半後半に分かれていて、10分前後の合計で動画になってますんで、まあ探検をしてお子さんとかね、女性の方と一緒に、行って、西アクロスっていうのはこんなにね、大自然に囲まれてんだなっていうふうにほのぼのとする動画でございます。ぜひね、このメープルシロップ西アクラソンに行って採取したいぞって方は、動画説明欄の方に山根さんの動画がありますので、そちらの方からね、コメント欄からでも山根さんに連絡を取って、ちょっとツアーに行きたいんだけども、ご案内いただけますかってことで、申し出ていただければ何らかの対応をしてくださると思いますんでね、ぜひ西アクラソンのメープルシロップのちょっとね、動画をご覧いただければと思います。私はね、このダイエットっていうものがすぐ浮かんだんでね、メープルシロップいいなと思いましたけどね。それでは以上でございます。